エクスソンは3マイクロシステムズによって開発されたソラリスに含まれる X ウィンドウシステムサーバの実装である。X11 アプリケーションだけではなく、ヌゾやサンベプログラムの表示もサポートするザニズサーバを置き換えるものである。エクスソンはこれらのレガシーな環境のサポートを取り除き、ディスプレイポストスクリプットのサポートを追加した。エクスソンは1993年11月に、 ソラリス2.3の一部として最初にリリースされた。もともと X11 リリース後に基づくものであった。ソラリス10に含まれるバージョンは X11R6.6 に基づいている。ソラリス10は XSON と X のオープンソースのリファレンス実装である X11R7 ベースの XORG、サーバーの両方を含んでいる。 ゾアグサーバは X86 システムのサーバで最もよく使われ、Xson サーバーは Spark システムに対して最もよく使われるサーバのままである。ソラリス18、07になって初めて Spark に対してゾアグがサポートされるようになった。しかし、ドライバのサポートは非常に制限されている。オパンセラリスプロジェクトは、 X サポートの今後の方向性は将来ゾアグ実装を通したものだと述べた。2011年11月にリリースされたオラクルソラリス11をもって XWindows システムの実装は XORG サーバーのみとなり、XSON の開発は終了した。ありがとうございます。